どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は定期的にやってるプレゼント企画のランセオスクエアをやっていきます。今回も4つの編成を紹介させていただけたらと思っております。まず1つ目の編成なんですけども、ツイッターネーム柴さんにご応募いただいた編成ということになってます。ありがとうございます。聴覚を主将として孫権と満朝を副将とした、これは盾の編成ということになりますかね。聴覚に太平同胞と刮目相対で、孫権に総戦釈戦と東高兵で、満朝に残匹砲と三世人および奉仕人という編成になってますね。でこの編成見て気になったのが、結構孫権にダメージが集中するだろうなっていうところですよね。孫権の固有戦法で相手を挑発にします。で満朝でですね、孫権に英語状態付与してですね、孫権がかばう形になりますので、ここがですね、若干効果がかぶってるっていうところがありますよね。まあ絶対に孫権にダメージが入るような環境にはなってますけども、ただ孫権にですね、魅惑的な装備をですね、覚えさせてるわけでもないので、孫権にダメージが集中するメリットっていうのがですね、孫権の統率の高さっていうところしかないっていう感じになってますよね。ここがちょっともったいないなという気がしました。で代替案といたしまして、ここの孫権のところに定風なんか入れてもいいかなと思うんですよね。それでも三聖人は発動しますし、あと定風がですね、ダメージ受けた時に自身の弱体を解除しながら相手を強行にしてくれるっていうのがあるので、満朝との相性もいいんじゃないかと思いますしね。で聴覚で火力も出るということなんで、でこの布陣だとですね、たくさんの方にご応募いただいた編成と被る部分ではあるかなと思うんですけども、やはり、そちらの方が優秀なのではないかということは思いました。ご応募ありがとうございました。次はツイッターネームさっくんさんにご応募いただいた編成ということになってます。ありがとうございます。孫権を主将として各将と皇順を副将とした、これまた盾の編成ということになってますね。結構僕が被らしてる部署って盾で組みやすいのかもしれないですね。で孫権に豪遊無比と激気抱きで、各将に残匹砲と滑骨両毒で、皇順にですね、異部軍民と三聖人ということになってますね。で皇順で肝陣営で、異部軍民と残匹砲があって滑骨両毒もあるということで、かなり硬い編成になるだろうなっていうのは予想できますよね。ただ一つ気になるのが、孫権と各将の知力差っていうところですね。残匹砲を覚えさせてるということはですね、首相の耐久力を上げて、その首相を速攻で抜かれるみたいなことをですね、防ぐ意図があるかなと思うんですけども、孫権と各将の知力を見比べますと、初期値で言うと孫権の方が高いんですけど、その伸びで言うとですね、各将の方が1ぐらい高いっていうことになるんですよね。なんでレベル50まで上げたと仮定したらですね、その知力差っていうのは50出てくるということになってますので、孫権に残匹砲をかけようと思ったら、属性知力に振っていかないかんっていうことなんですよね。そしたらせっかくの火力っていうのが出ないということになってますので、ここの残匹砲はですね、違う戦法でもいいんじゃないかなと思いましたけどもね。まあ仮に言うならば、魚敵兵将とかだったらですね、属性の影響も受けませんので、まあ孫権にかかるかどうかっていうのがですね、うんぷてんぷにはなってくるかなと思うんですけども、まあ基本的にはかかるということになってますんでね、ここは変えるべきかなということは思いました。ご応募ありがとうございました。次の編成は教えてリクソン先生にご応募いただいた編成ということになってます。ありがとうございます。コーランを首相として韓銀兵と右近を副将とした三聖人の編成ということになってますね。あまり見かけないコーランという武将を使ってるのが面白そうだなと思ったんですけども、どのような固有戦法なのかおさらいしておきたいと思います。はい、アクティブ戦法で発動確率 35%、 準備ターンはないですけども若干重たいなという印象ですね。敵軍単体に平人ダメージを与え、回復無効状態にする3ターン持続するということで、回復無効というとですね、かなり厳しい制御状態ということになるんですけども、それが3ターンも持続するということなんで、総戦釈戦とか滑骨両毒とか持ってない相手に対してはですね、かなり強力な戦法になってるんじゃないかと思います。さらに弱体状態の友軍単体の固有戦法発動率を 10% 増やす1ターン持続するということが書いてますので、なるべくなら友軍というのはですね、アクティブ戦法か突撃戦法を固有戦法とした武将がいいっていうことになってますね。で今回の編成ではですね、肝銀兵と右近ということで両方ですね、アクティブ戦法が固有戦法になってますので、これの発動率は 10% 増えてくれるんではないかというところですね。ただ気になるのがですね、弱体状態の友軍単体ということになってるんですけど、これセルフで弱体状態を付与するような武将がいないっていうことになってますよね。まあ右近の固有戦法がその初手でですね、ダメージがでかくなるみたいな、これが弱体状態にカウントされればですね、右近の固有が発動した後なら
この発動率っていうのは上げてくれる気はするんですけども、これ順番が逆だったらね、発動率が上がってから雨季の固有戦法を連発できるみたいな感じだったらいいんですけど、雨季がとりあえず発動してからようやくこの弱体での付与っていうところになりますので、かなり使いにくいと言いますか難しい固有戦法になってますよね。まあ基本的にはですね、相手にですね、何かしら弱体状態を付与してもらえるだろうという点でですね、作ってるっていうところはあるかなとは思うんですけども、肝銀兵でね、相手を強行状態に付与するみたいなことがあったらですね、なかなかこう弱体にもさせられないみたいなところがありますので、この辺がちょっと難しいところかなと思いますね。で、個人的にはですね、コーラン使うのであれば星人を覚えさせるのがいいんじゃないかと思いますね。星人だったらですね、常にセルフ弱体状態かけてるっていうことになってますので、このコーランでですね、この固有戦法発動率アップっていうのをですね、付与しやすいんじゃないかなと思いますしね。で、この編成で言ったらですね、まあただ三星人を使ってるっていうところがあるので、星人を使えないっていうところがありますよね。なんでまあコーランを首相としたいということだったらですね、他の武将も軍有勢力にするみたいな感じで組むといいんじゃないかなと思うんですけども、まあその奉仕陣でですね、火力アップっていうのをこのコーランに付与して、そのありがたいかどうかっていうところですよね。相手を圧倒するぐらいの火力っていうのが首相にないと奉仕陣っていうのは使いにくいところがありますので、だったらまあ副将で入れた方がいいのかなみたいなところも考えられますよね。なんで面白い武将だなとは思うんですけども、いろいろ考える余地はあるんじゃないかと思いました。ご応募ありがとうございました。そしたら最後の編成なんですけども、ツイッターネームミートマンさんにご応募いただいた編成ということになってます。ありがとうございます。宗人を首相として、テイクと長春華を副将とした編成ですね。これは慶一陣の編成ということになってます。で、宗人に宗戦釈戦と造兵で、テイクに滑骨領毒と白尾で、長春華にですね、慶一陣と活目相対ということになってますね。この編成はパッと見非常に強そうだなと思いました。で、気になったところと言いますと、僕自身がですね、今テイクの騎馬編成作ってますけども、火力っていうのは結構出るんですが、引き分けも割と多い編成ということになってるんですよね。で、奉仕陣とかを使ってそれでも引き分けてるっていうところになってますので、この編成だと若干火力が出ないのではないかなっていう気がするわけなんですね。その分僕が使ってるテイク騎馬よりは硬いんじゃないかとは思いますけどもね。で、その提案といたしましては、テイクを首相として太平同胞と活目相対にして、そしたらまあその白尾はなくなって滑骨領毒が浮くことになりますよね。で、この浮いた分っていうのは長春華に覚えさせてる活目相対のところに入れるっていうところですね。で、宗人はそのまま副将にして、宗戦釈戦と造兵という形にしたらですね、宗人の固有が発動した時はですね、宗人にダメージが集中して、でその分統率も増えてるんでね、でダメージを大きくカットしつつですね、その長春華の慶一陣でですね、テイクの火力は上がるというところで、その太平同胞と活目相対でダメージをしっかり与えていくみたいな感じですね。これがベストなんじゃないかなと思いますけどね。もう慶一陣を一層星陣に変えてみてもいいんじゃないかと思いました。ご応募ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。今回も面白い編成をですね、4つほど紹介させていただいたんですけども、コーランというですね、あまり使ってない武将を編成に入れるという試みっていうのはですね、すごく大事なことになるんじゃないかなと思いますけどもね。やっぱりみんなが使ってない武将っていうのはそれだけ使いにくいということなんですけども、そこをクリアしてですね、強い編成ができたらですね、テンプレ編成考案者ということになりますからね、そこにチャレンジしたいという気持ちはめちゃめちゃわかるかなといったところですね。で、このランセを救えの企画なんですけども、あと1回で全ての編成を紹介し終えます。で、それが終わった後にですね、当選者発表でさらにその当たったといいますかね、選ばせていただいた編成を細かく見るなみたいな感じでですね、終わりたいかなと思ってます。で、新たなプレゼント企画っていうのもですね、今回の企画が終わったらまたやりたいかなと思ってますので、ぜひ最後までお付き合いいただけたらと思います。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方は、グッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。